田レスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今ですね、ヘルメットバッグを作り始めていて、今回はちょっと完成の一歩手前でちょっと打ち切りましたね。なので次回完成になるんですけど、今回のメインはですね、この支柱の叩き付けのなんか一発でできる方法っていうのと、キルトのね、主にメインのポイントはキルトの裏地のところをやっていきたいと思いますね。じゃあよろしくお願いします。早速ね、この支柱の順番ですけどね、下から行くんですよ。一番下からこう行きますね。今ね、手を見ていてほしいんですね。結局枠だけやるんですけど、二重でで行きますよね。でここの部分横1行って帰ってきますよね。でもう一度向こうに行くんですよ。3回です。3回ってちょっと覚えておいてくださいね。で、そして次に、今度は反対側の方、下に降りていくんですよね。そしてずーっと下まで行きますよね。ずーっと行きますね。なぞって。で、このままですね、今度は上にまた戻っていくんです。これでですね、この取り付けに関する二重になったっていうことなんです。元から入ってるステッチは無視で、あれは一本ずつ入ってますから、そこにさらにってことで二重に、さらに二重入れるんです。全部で3本線が叩かれるんですね。で、上までもう一回戻るんですよ。で、さっき3本って覚えてましたよね。で、これで4本になりますよね。4本ってじゃあ覚えてくださいね。もうこれ以上行きません。で、下にちょっとだけ行って、今度はここ行くんですよ。これね、真ん中に待ち針で印してあったと、なんで、正方形に大体なるんですけど、1234、今度は4回いっぺんにやるんですよ。1234って戻ってくる。そしてここから下に戻っていくと、1回で同じ分量縫えるっていうことができたということですね。なりますよね、合計するとね。そういう風です。これが1回で、これここで止めて、ここで結び目、玉留めを作るという、この順番をちょっとご紹介しました。前もね、何か違う時にご紹介したけど、あれとまた違うと思うんですよね。一回でやるやり方です。はい。それで今回はキルトなんで、この中綿のですね、薄いんですけどね、結構ね、厚さはそんなにないんですけど、中綿を裁断するっていうところをやりました。その後ですね、ハード薄陣を当てます。中綿だけではちょっと厳しいです。ハード薄陣があると作図ができるので、キルトのね、模様を描いていくことをシャープでやるんですね。で、こんな感じ。ハード薄陣の下に、間にサンドイッチのようにですね、まるで卵焼きのように、中に、ふんわりした、さっきのカットしたのを入れて、そして表地です。表地にはね、裏地です。裏地には真地は貼りませんね。で、このように、ですね、隅の先端から5センチ5センチの二等辺三角形を結ぶとこからスタートして、徐々に左にって5センチ幅でですね、ここですね、この角右下でちょっとグニュンってなってますけど、ここからスタートしていくんです。そして、ずっとね、この5センチ幅でずっと描いたのが、これ片方の、斜めの方。そして、反対側も同じようにやるんですよね。そうするとね、なんか、正方形のようなのを傾けたような感じのダイヤキルトができます。もうこれ以上の複雑なね、辺の長さの違うやつはちょっと自信がないですね。歪みそうで。なので、とりあえずこれでやりますね。で、こうやって掛け終わりましたね。ちょっと早いですけどね、終わっちゃいましたけど。こういう感じに出来上がるんです。で、表から出た時にこんな感じですね。これね、ちょっと気をつけなきゃいけないのがね、ちょっと一回途中直したんですけど、寄っちゃって、なんか、つまんだような感じでできそうになったまでちょっといったところがあったので、そこね、縫い直してるんですね。そこ気をつけなきゃいけませんね。本当は真ん中の方とかもですね、待ち針打ちたいところなんですけど、まあそこまで打ってもですね、大きなものなので、やぼったいしということでちょっと省略してるんですけどね。なんかそういうのがちょっと特徴だなってやってみて思いました。縁の方はいいのに、待ち針打つからかな。で、真ん中ら辺が何も待ち針を打たないからか、寄っちゃって、ど真ん中あたりにちょっと膨らみができ、がちなんですよね。それちょっとどうするかっていう工夫ですよね。真ん中ら辺だけ待ち針を打つのかとか、まあそういうことですけど、まあ今回はこのままなんとかできたので、やり直したりする箇所もちょっとだけで、なんとかなりましたので、もうこれでいきましたけどね。なかなかね、キルトをかけると綺麗なものですね。
なんか既製品のものでこういう状態の布ってあまり売ってないから、自分でキルトをかけるとすごく変化する感じが面白いかなって思いますね。もともとこれがカーテン地だったっていうことがちょっと信じられなくなる感じですよね。このキルトをやるとって、そういう感じですね。あの、活躍できてよかったです。カーテン地のね、この裏地に興奮ですね。これがね、裏地ですからね、表地がデニムの裏側に裏地にできて、これで貼り付けて縫い合わせるとふんわりとヘルメットを守ることができるっていう感じになるわけですね。ということで、次回はですね、いよいよちょっとお楽しみにしていてほしいんですけれども、完成するところ、ただヘルメットをね、今現在持っていないので、ヘルメット入れることはできないんですけど、ちょっとイメージだけで、ここに入るんだよっていう中側をね、見るっていうことはやれると思いますね。ということで、じゃあ、これで今回は終わりたいと思います。ありがとうございました。